きかな、よきかな。でも、きちんと続いてるね。うん、というか、千尋ちゃんと。ねえ、本当に付き合ってないの？そ？いや、なんだかレンジの反応も変わりないなーって。まだ千尋ちゃんのことそこまで知らないから、何かあるみたいだし。それだけじゃないんだけどね。何かおかしな。レンジもそんな質問するしさ。自分で冷やかしたりしておいてなんだけど、そういうのを決めるのはレンジ自身の問題だから。女の子はやがて、なんとか納得できる人間が描けるようになった。彼女は一人の男の子を描き出した。自身が女性という分類らしいので、そのついである男性にしてみようと思ったからだ。ただ、背格好と背景との比率は、自分と同じくらいにした。そこで気づいた。自分。女の子。男の子、背格好。なるほど。これが比較なんだと。人間を描けたはいいが、それがうまくいっているのか判別もできない少女は、あまり大きく人間を描く気にはなれなかった。だから、今まで描いてきた風景画に、男の子を描き加えていくことにした。すべての絵に男の子が描き加えられた。彼女はなんとなく、それらの絵を描いた風景と同じ場所に飾っていった。屋敷の中で絵にしていない場所はなかった。すべての絵の中で、男の子はただまっすぐに立っていた。そしてまっすぐ前を向いていた。絵を見るたびに目線が合うことになった。やり遂げた考えは少女になかった。これは人間だろうか。考えてみる。これは人間の絵だ。それも最初からわかっていたことだ。動かない。考えない。ただ、あるだけだ。寂しい。到達したことで、ようやく彼女は自問できた。寂しくなかった。どうでしょうか。
分ですけど、もうすぐなのでしょうか。どうしましょう。1番か2番なのでしょうか。そうなんですか。壊れるのですね。そうですね。壊れると思います。女の子は寂しさを覚えてはいけなかったんです。でも、こうやって終わりを決めて書くのは何か嫌ですね。神様がいじってるみたいじゃないですか。特に、小説は筋道がはっきりするので。創作における他者へのイメージ伝達、共感の概念、それに千尋の文章を書く目的が近いってわけさ。どうしましたか？ですか？はい、聞いていてください。やればできるものなのですね。はい。もう半分以上。自分でもびっくりしました。毎日お話が長くなっていて面白いです。レンジ君のおかげです。そんなものでしょうか。レンジ君。いえ、何でもありません。そういう反応も嫌いです。ありがとう。
私にキスしたいですか？いいですよ。しても。別にこういうこと、誰に言ってるわけでもないと思います。でも、今までレンジ君みたいに、親しくなった人なんていないし。今までの私はずっとレンジ君と会っていて、それは信頼だと思うし、レンジ君は私のこと好きみたいだから、だから、恋人として、キス、してもいいです。もう一月も経っていて、そういう場面だと思います。月も経っていて、そういう場面だと思います。